おはようございます。茂木耕作美空研究所朝礼、今日は令和6年7月16日ですね。今日からね、沖縄に来ております。観測でですね、以前も一度来た琉球大学で、風船にガスを入れてセンサーを飛ばすというゾンデ観測という手法なんですけども、それを今日から10日間やって、撤収とか作業とかもあるのでっていう感じで、27日までという感じでね、沖縄に滞在ということになります。で、ちょっとね、今日は8時、45分とか集合で、外に出るので、8時半ぐらいまでかな。朝礼をね、不定期時間になりますが、一応できるだけ、今回はね、やっていこうかなと思ったりしております。ということで、佐藤ひろみさん、おはようございます。川明さん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。森本あかりさん、善くん、かんくん、おはようございます。砂塚森忠さん、おはようございます。皆さんもね、それそれ結構ね、活動見てるんですけども、ちょっとね、昨日一昨日はね、移動でバタバタっとしてしまったので、話も終えてないかもしれないですけど、善くんのね、バス停に行ったよとか ちゃんと見てます あとは、なんだっけ、清水さんがね、土日の僕が、温暖化の話とエネルギー政策の話とか、結構ね、長めに、もうトータル2時間以上喋りましたから、もうあれじゃないかなっていうくらい 喋るのは喋れたかなとは思うんですけど、それに結構清水さんね、コメントをいただいて、やっぱり喋ってみてよかったですね。そう、清水さん、僕、あまり触れなかったですけど、清水さんが地熱はすごい注目してるとか、あとはね、もう実際ご自身で水産試験場ですかね、漁業資源という部分に関してはね、ご自身でも現場で携われてるということでいくと、ね、僕、正直結構、そう、茨城の沖合の海洋の状態とか、現場で見ててどうなのかなっていうのは、実はすごい前から興味あって、今ね、その黒潮の、普通だったら茨城沖で太平洋の方にこう東に流れていくと、日本の南の沿岸に沿って黒潮って流れてるんですけど、それが茨城沖でだいたい太平洋の真ん中の方に東に向かって向きを変えて流れていくっていう場所じゃないですか。それでその親潮とぶつかるちょうど境目あたりですよね。だからそこですごく漁業資源が豊富になるっていう場所だと思うんですよね。なんだけど、今その黒潮がもう三陸沖とか北海道あたりまで、もう通常だとありえないところまで、どんどん北上してしまうという異常事態が、もう2年近くそうなってるんじゃないですかね。で、それで、その現場ではね、水温もそうでしょうけど、それだけじゃなくて、漁業資源もそうでしょうし、いろんな調査現場で見てて、あらゆることが、こんなの見たことないっていうふうになってるはずだろうなとは、データ上、表面のデータ上は僕はね、それは見てるんですけど、現場でどういうことを見てるのかなっていうのは結構興味あるんですけど、そうね、あんまりそこまでね、突っ込んで話すようなテーマになったことがなかったですけど、でもせっかくだからね、どっかで掘り下げれる機会があってもいいかなと思ったりしましたね。それはね、エネルギー政策と直接は関係ないっちゃ関係ないけど、だけど今までのやり取りとはちょっと違う感じで、そうですね、地熱に興味があるとか、あれは僕も本当に 気が合うなと思いましたけど
あとはね、そうそう、核融合とかいうのも、そうだからやっぱり、外にね、向けてこう、発信するっていうほど主張がっていうわけじゃないけど、まあなんとなくこう自分の、知り得ている、自然と興味が湧く、で自然とそういう考えになっていくっていうところの言語化みたいな話が結果的に結構ね浮かび上がったりしたかなと思うんですよね、今回のディープ&ダークみたいな いうふうに縛るつもりなかったんだけど、サロン内限定って土日の、夜会の時間をそういうふうにしたことで、自分でもちょっとびっくりするぐらい、あ、こんなこと思ってたっけねっていうところがこう炙り出されたっていうか、自分で喋ってるんだけど 自分で喋ってるし、自分で縛ってトークしたんだけど、あんなになるとは僕正直思ってなくて、でも良かったですね。あれはその YouTube のね、YouTube の文字起こしデータからね、チャット GPT で要約して、でガンマ AI でスライドにしてとかっていうのをちょっと1回や2回ともやってみましたけど、そうだからなんか僕ね、試しに今までその AI ってこんな感じなんだっていうので、試しに使ってみたで、やってみたことあるんだけど、やっぱりその喋った中身でスライドにするほどのことでないとやっぱりやる気にはならない でも今回の土日の話ってやっぱりスライドになった形見て、そう1時間だらだら喋ってるとはいえ、やっぱり相当自分の中では長年ね、ずっとなんとなくではありつつも積み上げてきた考えとか知識だったりとか見解だったりとか、だからそのもっともらしいんだよね で、なんか、いや、AI 便利だねじゃなくて、自分が考えてることをきちんと可視化する手段として、チャット GPT と、ガンマ AI と、まあ、YouTube の文字起こしもある種の AI だと思いますけど、それが組み合わさると自分の脳みその中の、あちこち散らばってたような話っていうのが、整理され直して可視化されて、音声でなんとなく流れるっていうよりもこう、ね、スライドになんていうかデザインとしてまとまるみたいなの、これはなんか勉強の仕方としてすごくいい勉強だなと思ったりしましたね。それでそこにやっぱりその清水さんもこう今までと違ったコメントを入れてくれたんだなっていうのも感じたりしましたし。そう、なんか勉強したくなりましたね そうだから土日にまた今度週末の土日にサロン内限定で夜会で喋ろうって思うと、なんか不思議な別なモチ今まであんまり感じたことないモチベーションがこう湧いてるというか、勉強のモチベーションというか、あ、今興味があっただけで掘り下げてなかったし、まとめて喋ろうとしてなかったし、まとめれるほど専門家でもないみたいな微妙な領域ってあると思うんですけど、それをなんか何でしょうね、制約のないところでとりあえずなんかこうざーっと喋ってみる、ふわーっとしてるけど、一応自分はこういう考えで、現時点の自分の知識ではこう見えてるとか、それこそその政治経済まで全部関わってくるから、もう専門じゃない領域の話の方が圧倒的に多くなるじゃないですか。それでも専門じゃないところでも意外と自分がこだわってたりとか、いつからそういうふうに思うようになったのかとか、やっぱりまとめてね、喋ってみるもんだなと思いましたね。それでなんかその
それで自分の考えを可視化してスライドにしてみるみたいなこう作業をやってみたときに、専門じゃない領域でスライドを作るみたいなことってほぼあんまり普通しないじゃないですか。だから気象学の自分の研究発表でスライドを作るは、まあ、散々やってきましたけど、だからそれはもう自分が一番分かってて外に表現したいと思ってることだからスライドを作ってたけど、そうじゃなくて、そんな外に言うほどでもない、そんな専門知識があるわけでもない、だけど考えは何かしらあるみたいなところで、スライドが重ねる、あ、そんな風に思ってるねと。で、まあそこにはこう、当然 AI だからね、その丸め込まれたこう一般常識的な、そんなにその、尖った色がついたその内容にはならないように、こう、でもまあ大体こっち側のサイドの見方をしてる人ですねっていうのが、だからあれですね、なんか性格診断のちょっとこう詳しいバージョンみたいな感じだなぁと、あれやってて思ったりしましたけど、まあだからなんか、週末ちょっとね、観測中だから同じようにはできないとは思うんだけど、でも楽しみですね。またサロン内限定で勉強したことで、ふわっとあんまり詳しくないけど、明らかに自分の考えがこの辺に対してはこういう認識をしてるっていうのをまとめて、だらだら喋ってみると、10枚のスライドにまとまるっていう流れができたから ちょっとやってみようかなと。これ新しいな、自分の中でね、と思ったりしましたね。あとは、ゆかさんがね、そうそう、ゆかふぇ YouTube チャンネル、新しくまた更新されてるんで、皆さんよかったらね、ぜひ見てください。週末にマスターズ陸上に、記録会ね、出られて、まあ、その時の振り返りという内容ですけど、いや、本当、まずはね、なんか、なんでしょうね、これ何におめでとうございますっていうかっていうのはいろいろですけど、僕はすごく、あ、ゆかさんよかった。たっすねって思いましたね。マスターズ陸上で記録が出る出ないっていう話ももちろんね、出ればね、自己新とか、こんなに飛べたとか、思い通りにできたとか、それはそれでもちろんおめでとうございますっていうことですけど、やっぱりうかさんはね、その単に記録のためにやってるっていうよりは、セルフコーチングを伝える人として、自分の生き様というか生き方を一つの題材として、でそのうちのこう目に見えやすい取り組みとかチャレンジとか、その形として陸上に高校生の時やってて挫折を経験して、それに再チャレンジっていう、まあ、その流れでこう走るのがこのオンラインスクールにも入ってきたっていう、まあ、文脈があるわけですけど、それで見た時に今回のゆかさんがね、YouTube の方で話されてることっていうのは、これぞ寺石ゆかっていう 一番なんていうか味がする内容だなぁと思いましたね。すごく、ちょっと後で僕が勝手にシェアしましょうか、そのサロン内にね。ぜひ見てもらいたいですね。僕は今回のゆかさんの投稿は、YouTube の方のね、話って、なんだったら、一番僕はね、そうだな、ゆかさんからセルフコーチングを学ぶというぐらいのスタンスに立つと、一番こう、なんでしょうね、聞きたい内容というか、味のする内容だったかなと思ったりしましたね。あとは、ゼン君がバス停で頑張ってたとか、あとは、なんだっけ、カン君もね、100メートル走すごい綺麗に走るようになってて、かっこいいなぁとか。カン君がね、インスタたまーに投稿してるじゃないですか、最近。いや、でも、本当にね、小学校低学年でも、自分をこう、ね、メタ認知してるっていうことだと思うんですよ、あの姿って。本当なんか、まあ、ゼン君は小4ぐらいでしたか、オンラインスクール入ってきたのね。あの時も、
これ小学校4年からこんなことやってたら、どういう次元に行くんだろうっていう、そのメタ認知の次元ですよね。普通できないのよ、周り見えてないから小学4年生だったりするじゃない。そのだけど完全になんていうか、小学校だから怖いもんなしで夢中で、っていうエネルギーはそのままありながら、ちゃんとメタ認知も正しくできてて、科学的思考というかさ、無限上を捉えて、次にできることを考えてっていう PDC、 いわゆる PDC ですよ、大人で言うとね。それがこう自分の体に対してとか、自分の振る舞いとか行動に対してとか、まあ見事に綺麗に回ってるっていうのを、ね、こう前君で僕らはそう散々見せつけられてきましたけど、まあカン君今まだそこの段階じゃないかもしれないけど、その入り口に立ってるっていうのはね、なんかすごく見えるじゃないですか。もうなんか目を奪われるというか、いやただ走ってるだけなんだよ。でそんなそのね、特段本人としてはさ、これを達成したとか、めちゃくちゃこう、できてよかったみたいなことじゃないかったとしても、まあなんてことないことも含めてですけど、とにかくまあ自分が頑張ったらこういう姿になるんだとか、こういう結果になるんだとか、それがこうね、投稿されて人の目にも触れるし、でフィードバックも来るし、自分の目にも改めてなんていうか何度も、記憶されるっていうか、あれはなんかね、新しいこと起こりそうだなと思わされましたね。はい、あとはなんだっけ、あとは直くんか、直くんのいろいろあるでしょうけど、疲労度がちょっと疲労度がだいぶマックスに近づいてるなと思うまあだからね、スタイフの投稿も史上最大溜まってるけど、断固やめないぞというね宣言をされてましたけどいや待っておりますよ。じゃあ待ちます。そう言うんだったらっていうね、はい。あとはね、まあ母校のね、試合の話とか、周平さんもコメントされてましたけど、そうそう、周平さんと直くんがね、なんかエイジ君と三者面談みたいな感じで、ね、今後の進路の話とかしたっていう話してましたけど、あれもね、なんかすごい楽しみですね、なんか。まあよかったらね、もし共有できるところがあったら、周平さんもぜひよろしくお願いします。あと周平さんはあれか、練習会もちょこちょこもう7月もあったんですかね、とかあったと思うんですけど、まあもしよかったらね、共有してもらえればなと思ったりしております。ということで、この辺でもうそろそろね見てたいと思うので、まあこんな感じで観測期間中はですね、やったりやらなかったり、やるにしても時間がバラバラだったりはするかもしれませんけど、もし皆さんもね、一日、良き一日をお過ごしください。ということで、じゃあまたね。